映画毎日。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。はい、風が欲しいんです。はい、ということでですね、今日なんですけどね、今僕はねホームステイ先で暮らさせていただいているんですけれども、ここね1月の末から3ヶ月の契約で、4月の末ですね契約が切れてしまうと、そこで住む場所を決めなきゃいけないと、まあ、もちろんねその延長できるんですけど、ちょっと一人暮らしの方に切り替えたいな、ちょっとそういういろいろ経験とかしていきたいんでね、まあこれを機にね親に相談したところ、今からでも物件を見に行った方がいいよというふうにねアドバイスをいただいたので、まあ物件探しとかしたこともないし、引っ越しとかもしたこともないんでね、何でも準備は早い方がいいだろうということでですね、今回の企画はですね、人生で物件探しも引っ越しをしたことない人が引っ越しをしたん引っ越しをしたことない人が引っ越しをするために引っ越しをしたことない人が引っ越しをするために物件を探しに行ってきたということですね。はい、物件を今からもうすでにねアポイントメント取ってあるのでね、もう早速ね現地の方に行って、まあカメラを回してですね、海外のアパートどんな感じなのかね映せたらと思います。あとね自分のね英会話の様子だったりを見ていただけると嬉しいです。それでは早速向かっていきたいと思います。 Let's go。 はい、ということでね、早速近くのところまで電車に乗って着きました。今ねハウシングのところまで向かってるのでね、もうしばらくですねお待ちください。まあ、結構ね写真で見たらねめちゃめちゃ綺麗な部屋だ、家っていうか部屋だったんでね、期待していきたいと思いますよ。はい、 Thank you。 OK、 This is the kitchen? This, this? Yeah, kitchen? Cold kitchen? Yeah, kitchen. Oh, cold kitchen, OK。And then this is laundry and laundry bathroom. It's also called laundry and called toilets. Yes, all share. Oh, all share, okay. Yeah. And then rooms are upstairs. Okay. Were you wanting a shared bathroom? Because there's no private bathroom. Okay. This is on the top level. Okay. One more bath. Oh, one more, okay. Lights are all on private, so we can't stay all on that. Okay.Up here you've got a little sink next to the room, and then this is the room. Okay, nice. Yeah. TV, aircon, and we're gonna get the it repainted. See, there's little patches on the wall. Okay. So it'll be looking nice and new. And what is the fridge? The storage. The storage. Yeah. ね、撮れてなかったんだけど最後。ね。部屋をバーって撮った後に、綺麗なお姉さんとの会話撮れてなかったんだけどね、もうこれね絶対ね動画の尺的にね絶対もう3分くらいで終わっちゃう。これどうする、再現するしかない、ローリングプレイ。じゃあさっきの部屋を見た後の会話の流れどうぞ。いやー本当にありがとうね、今日はちょっと遅れちゃったけどごめんね、ありがとう。いいえ全然いいわよ、本当によかったわ来てくれて。いえいえそんなことないですよ。やっぱりここには学生さんが多いんですか？そうね、やっぱり学生さんが多いわね。最近また契約が増えてるからね、今週末に引っ越すのをおすすめするわ。今週末ですか？週末だとホームステイの契約が4月の末までになってるんですよ。だからちょっと、あ、そうなのね、まあ、そしたらまあ契約したい時にね連絡してくれれば全然いいから。いや本当にありがとうございます。またじゃあ引っ越したいってなったらまたこちらにご連絡させていただきますね。分かったわ、全然待ってるわね。ありがとうございます。じゃあ今日はこれで終わりですかね？そうね、今日はもうこれで終わりだわ。分かりました、ありがとうございました。いい良い一日を。さよなら。うん、またね、バイバイ。あ、もう終わりってところまでを一人でやってました。ということでね、部屋はねなんかちょっとしか映らなかったんだけど、キッチンとかもキッチンと洗濯機とかのところも映らなかったんだけど、一応とりあえず全部共有みたいな、僕が今回お邪魔させていただいた物件は全部シェアリングということでね。もうシェアリングかよみたいな、今の時代何でもシェアですね。はい、いやーでも全然部屋は綺麗だったけど、やっぱ若干写真で見るよりはやっぱ狭いなって思いましたね。やっぱねちゃんと自分の目で確かめに行くのはやっぱ大事なってちょっと感じました。まあ、ちょっといい経験だったね、ちょっと人生経験だよね。これが引っ越すってなったらちょっとそういう準備期間とかいろいろあると思うから、まあ、ちゃんとそういうのはしっかりしとこうっていう風には思いました。
いやそう、物件の全部を確認するのに俺絶対5分しかかかってないもん。だってちょっと遅れちゃったわね。9時予定だったんだけど5分ぐらいに着いて、あごめんごめんなって、今もう5分ぐらい歩いて9時18分なんですよ今。ってことは俺何分あそこに滞在したっつったら、もうリアルの5分も行きたいんじゃないのっていう。物件巡りってそういうもんなんですかね。だからやったことがないから、なんかもっとね、僕はこういう仕様になっていてこんな感じなんですよ。キッチンはねこういう感じになってて、もうこういう機能があります。洗濯機はねこういう風に使いますので、こういう風に使ってくださいっていう感じでね、なんかちょっと説明されると思ったんだけど、ここはキッチン、ここは洗濯機、ここはトイレ、バスルーム、オッケー、わかるわ見てるわねえっていうね感じだったので、まあ本当に最低限を伝えられたその次第でございます。はい、まあちょっと今回訪ねた家に越すかどうかはちょっともうちょっといろいろ見てからね検討したいと思うのでね、まあこれからも引き続き物件探しの方をねしていきたいと思います。そもそもなんで引っ越そうかなって思ったのは、今そのホームステイで住んでめちゃめちゃいるんですよ。多分僕含めて7人ぐらい、結構な数がいるんですね。なんですけどその7人全員がやっぱり、まあもちろんホームステイだから個室のバスルームとかあるわけでもなく、共有のキッチン、共有のトイレ、共有のシャワー、まあそういう感じになってまして、やっぱり使うキッチン周りとかを綺麗に保ちたい。なんか別に俺がめちゃめちゃ綺麗に保ててるかって言ったらそんなこともないんだけど、でもやっぱりなんか若干ちょっと気にするじゃないですか、ちょっと衛生面的には。そういうのでちょっと、まああと同じフライパンだったりを使うとか、洗い物をする時にね同じスポンジ、なんかずーっと同じスポンジとかを使ってて、あちょっとこれきついかもなみたいな、潔癖症じゃないけど若干それ出てるなっていう感じがあって、まあそれをきっかけに、あの3ヶ月で契約終わっちゃうし、せっかくなら自分でそういう引っ越しとかの手続きとか自分でやるみたいな経験をしておきたいなと思って、今回ねお引っ越ししようと決めましたよ。はい、まあね、物件探しどうやってたかっていうと、俺もずっと日本だと実家暮らしだったから分かんないけど多分一緒だと思うよ。普通にインターネットで探しました。物件みたいな、アパートメントみたいな感じ調べて、そしたら僕の場合アプリみたいな感じで出てきて、そのアプリをインストールして、あの、まあ、多分日本でいうスーモとかかな、分かんないけど、そのアプリに結構いろいろ載ってるんですよ。どこに住みたいとかエリアとかを選択すると、そのねエリアに該当する空き物がポンポンポンって出てきて、おーみたいな、もうじゃあここら辺でいろいろタップして、まあ、写真とか載ってるから写真とかを見て、おおここいいじゃんみたいな感じので選びましたね今回は。はい、ということでね今日はねもう別に物件もう一つしか回らないので、これにて報道が終わりたいと思います。久しぶりにね短くなったのですが、まあ短い動画もいいでしょうということで、皆さん面白いと思っていただいたらぜひチャンネル登録、高評価の方どうぞどうぞよろしくお願いします。ということで次回の動画も楽しみにしていてください。それじゃあ拜拜。